はい、どうもさん、こちら、とりあえず、ね、今、バカウケつまんでるんですけど、今ね、2時半過ぎで、大ゲームがね、やっぱり、しそよ出ましたんで、動画撮っていきたいと思います。とりあえず、大ゲームはね、まあ、今日、ごめんなさい、昨日からね、まあ、連続、ラス、もう2021年のね、ラス開催の、まあ、年度的にはね、まだ1月3月のことですよね。2021年内で見ると、まあ、これがね、南関東もラスト開催なんですけど、開催の4日目ですね、デイゲーム、デイゲームか。まあ、わかんないですけど、競馬ね、始まるようになります。バカボンショーか。懐かしいなバカボン。そんなこと置いといてね。開催の1回目、ミネスコまでおります。JR コールですね。これが最後の、JR コールになります。そして、これが最後、地方競馬ね、唯一の G1 でございます。では行きましょうか。第15回農林水産省展国際交流第67回東京大商店競争 G1。距離に 1000m、今年は15頭にて争われます。1番 JRA ロードプレス、坂井流星57。2番生きる馬肉1号、バカカツバサ57。2番アナザーテルス、松山五平57。3番、ごめんなさい、4番無駄なダイビーはキャッスルトップ、中野勝馬55。5番 JRA ウェスタルンド、藤岡悠介57。6番岩手から重信、小林亮で57。7番 H インスレイマン、藤田亮57。8番ノンコネメ、マシマナイスケ57。9番 JRA からオメガパフィーム、ミリコデムーロ57。10番ジョエル、ハリタアキラ55。11番、ジビシカチューマン、ミュージャリー、ミカモトルフィネ57。12番 JRA クリンチャー、川田優雅で57。13番 JRA デルマルブル、菅原アキラ57。14番、多いからか、ノーブルサタン、柳高池で57。最後15番、サンライズノバ、松岡風磨57ってことでね。まあ一応地方からも、そうですね、まあ重賞勝ち馬が、台頭。まあ JRA からもやっぱりオメガフィーム筆頭に、まあいい馬が、揃ったって感じでね。まあそうですね。まあ一応、個人的にはカジノファンデン回避したんですね。そうなるとカジノファンデンはあれか、ホーチオルサカップ行くんですかね。年明けすぐの川崎の。まあ川崎に捉えるか。まあそう考えると、もともと川崎に勝ってるコースで、ただ一応これハンデ戦になるからな。まあ58ぐらいは背負うと思うんですけど。まあとりあえず1枚行きましょうか。まず1番ロードプレス。ごめんなさい、今回はね、赤ペン壊れちゃってないんで、ちょっとすいませんが、ボールペンで行きます。この馬自身、去年の川崎年、まあごめんなさい、今年川崎年6着、そして年末裏記念に、そして日本テレビは GFC トライアル、一応1着と、まあ10着さ。で、今年年明け名古屋大賞典もね、3着と構想しつつ、まあアンタレス X G3、3、平安 X、ハンデ戦かな、確か。あれ、ハンデ戦だっけな。まあ13と。エルムス X 函館が3、そして前走、宮古 X がね、2着と。まあやっぱりダートのね、まあグレード2はね、やっぱり行きづらいんですけど、まあこのグレード3や。まあ一応、そうですね。まあ、A-1 セックスのつけば、まあ、差的にも、まあ一応、芝本真剣なんで、まあ悪くないと。まあガスケなんで。まあ一応、ただそれでも追い込みでね、まあ前走2馬真剣なんで、そして前走接戦と。いうことで、まあ今回ね、この競争選んでますんで、まあ悪くはないと思うんですよね。まあ川崎年ただ難点としてはね、5番手から伸びきれずなんで、まあ距離2000がね、まあどこまで通用するかってところなんですよね。まあただ一応、まあこの右回りのレースで言うとね、そうですね。多分アンタレックスステークスとかエルムステークス、この辺に関してはね、右回りの競馬になるはずなんで、平安ステークスはね、確か左なんですけど、で、宮古ステークスって今年、あれ、宮古ステークスって阪神なんだっけ？俺、それ覚えてるんでごめんなさいなんですけど。まあ、ただ、そうですね。やっぱり右回りで不安感が残るかなって感じはするんですけど、まあ、そうですね。左回りだとやっぱり、リステートかその、まあ、4着と。まあ、ありますんでね、悪くはないと思うんですよね。まあ、ただ正直ね、軸で狙うってよりかは、ごめんなさいなんですけど、3着固定かな、正直。そして2番、生きる馬に1号。まあ、前走ね、浦和記念で、あれ、勝ったっけ？勝ちきれず2着か。まあ、ただ、この間の難点としては、多いの、やっぱり先行体質の競馬はもっぱら勝てないんですよね。むしろ多いで勝った記憶がないはずだと思う。小判になってからは。一応、多いで2勝してるけど、これどうせ羽田杯とかだろう、多分。そうですね、羽田杯、県以外の3歳児なんでね。まあ、どうせ3歳児なんかもデータとしては、皆無で。まあ、その後、やっぱり小馬戦に行くとね、東京大賞典が9着。しかも差し失敗。で、その後、まあ、北海道行って、帰ってきてから、まあ、多い記念で、伸びきれず3着。で、去年、ブリリアントカップで、伸びきれず4着。そして、大井記念で、なぜか一番人気に沿ったわけに、まあ、伸びきれず3着と。まあ、正直、この方は多分、右回りはめっぽう弱いと思うんですよね。だからまあ、間違ってもね、まあ、ただ、JR コレなんでね、正直。まあ、今年の秋の、ごめんなさい、夏の帝王賞を使わずにここ来てるんで、まあ、やっぱり大井記念がね、持ちきれず3着っていうのも、多分そこだと思うんですよね。まあ、58キロね、低いメンバー相手の左回りだからいいけど、57キロの、まあ、いいメンバー相手ね、多分勝てないと思いますんで。正直、3着固定の穴として見る分にはいいと思いますけど、まあ、死んでほしいっていうのが、そうですね、本音かなと思いますね。そして3番、アナザートルス。まあ、サウンドトルの、半音だっけ？前月からちょっと忘れたんですけど。まあ、悪くはないんですけどね、やっぱりちょっと、まあ、重賞は勝ちきれず。一応、大浦的には、まあ、南関東はね、最長距離の、中央交流勝って、まあ一応、アンタレス X、まあ、G3 勝って、まだ G2 以降はね、浦和記念2着、そして名古屋グランプリ G3、3着、川崎記念5着、ダイブラ的に、ダイブラ的に G2 だっけ？あ、ごめんなさい、ダイブラ的に G2 か、俺的にごめんなさい、G3 だもんさ。まあ一応、アンタレス X 2着、エルムス X 3着、日本テレビは G2 5着、中京ジャンプカップ、まあ13着。で、ただ、ね、今年は、まあ先行でね、一応まあ3着粘り切ってますんで、まあ悪くはないかなと。
そうですね。まあ、今回、著作権利用者がね、こっちの馬乗るんで、まあ、今回ね、全然そう乗ってるませんよ、公平と。まあ、ただ、シリウスセックス、ガスケツの13着から、ミヤコステークス、まあ、とりあえず、でも、それでも垂れての3着ですからね。まあ、でも、検討と見る分には悪くはないと思うんですけど。そうですね。じゃあ、まあ、ダイオライト記念もね、今年逃げて3着の競馬ありますから、まあ、なんつうの、そこまでの、なんつうかな、スタミナがないわけではね、ないと思いますんで、一応今年、東海ステークス2着取ってますんでね。まあ、その点において、まあ、先行するのか、まあ、若干中段から伸びる競馬になるのか、そこだけがちょっと鍵かなと思いますね。まあ、今年のアンタレスクスはね、まあ、5番手から、まあ、番手で伸びてますんで、まあ、多分無理に話をするかっていうよりかはね、多分まあ、ある程度前に行かしてから、捉えきれるのかなって感じがします。一応先行取ってみましょうか。そして4番が無駄なダービーはキャッスルトップと。まあ、ダービーグランプリ遠征して負けて、そうですね、戸塚記念も負けてと。まあ、正直無理でしょうね。戸塚記念のね、3歳相手の最後の重賞で勝ちきれず、まあ、ダービーグランプリ遠征してね、まあ、5着っていうのはね、やっぱり渋いかなと思いますね。無理でしょう。まあ、死ぬしかないと思いますね、こちらも。まあ、ただ、潰す気はないです。もともと潰れる馬なんで勝手に死んでくださいって感じですかね。そして、5番メサランド。こちらもそうですね、まあ、9歳馬でね、重賞ちょこちょここちらでも構想してた感じですかね。一応、裏向きには今年4着、そしてルセックス2、レフセックス4、プロケンセックス7、ただ去年の東京大賞典、この競争3着と。そうですね、悪くはないと思うんですよね。まあ、休み明けの小倉、ごめんなさい、プロケンセックス。まあ、そうですね、叩き挑戦で7着は、まあ、まあ、それでもなんとここまでぶち切られたわけじゃないんで、ね、馬身圏内ならまだまあ、可愛い方かなと。まあ、それでも一応ね、やっぱり、前日をシルセックス58キロで追い込み、そして前日を裏切り、まあ一応なんとかね、伸びて4着なんで、まあこれがね、どこまで差し切るか。まあやっぱり多いの2000はね、どちらかというと、やっぱり逃げ馬が勝つよりか、差し馬先追い込み馬になるんで、そうですね、藤岡介、ちょっとここは期待したいかなと思いますね。これは追い込みでいいか。そして6番が重信。これどうせ無駄な立場って言われそうだな。まあどうせ無駄な立場だろうけど。馬主さんの名前は存じてるわ。400万でよく来たな、何歳は6歳は JRA か。ああ、元 JRA ですね。南関東では B2 クラスで停滞か。まあ、笠松、水沢。ただやっぱり M3 の重賞で負けたり、そうですね、マイルチャンピオンシップ派手に負けて、まあ、JBC 無駄に接種9着。ちょっと除外しましょうか。これ馬券内来たらちょっと面白そうですね。そして7番がエイシン・スレイモン。一応これは捨てられたエイシンか。一応 JRA から、ごめんなさい。そうですね、JRA から移籍してきた割には、賞金未だにゼロと、除外しましょう。そして8番が、のんこの夢。まあ、のんこの夢もね、一応、おととしは構想したんですけど、去年パッとせず。まあ、それでも一応今年ね、帝王賞がね、追い込みで2着と来てるんでね。まあ、ちょっと微妙なんですよね。今年来るか来ないかが。まあ、ただこうやって見るとね、多いの、この JRA コールで見ると、まあ、帝王賞馬券、ごめんなさい、掲示板来てない。で、来てないんで、来てるんで、多分今回ね、来てない可能性が高いんですよね。まあ、意外と、なんだろうな、まあ、ある程度、交互的な感じなんで。そうですね。まあ、でも、やっぱり、追い込み馬なんでね、どこまで通用するか。まあ、前走以上に日本テレビ杯もね、そんなに差があるわけじゃなくね、5着なんで、悪くはないと思うんですよね、個人的に。まあ、ただね、やっぱり、年なのか、日本テレビ杯使っていこうね、競馬使わずにここ直行しますんで、まあ、この後は、この子は賞金的には、笠木年が確定でしょうかな、って感じするんですけど。ただ、去年はね、まあ、そうですね、まあ、東京で出店だと金パンは使ってないんで、個人的にこの子ね、川崎に使ってほしいなっていうのが俺の本音なんですよね。なんかね、多分なんかね、川崎にだけはね、まだ走ったこと、そうです、やっぱりないっすね。まあ一応、そうですね、こちらも刷新追い込み、期待したいと思います。まあ、今回来なかったら次はねって感じですかね。そしてオメガバビウム JBC は3年連続の、2着か。そして前走、金沢も2着と。そして、去年、大井でも2着、そして、浦和でも2着と。そうですね、ただこの子さ、東京でちょっと滅法強いですよね。もっか3連覇がかかった、大手の競馬と。そうですね、やっぱり帝王賞からも含めるとね、やっぱりこの大井の 2000m、ジャパンドラビー1着、東京大賞典1着、そして帝王賞1着、東京大賞典1着、で、帝王賞2着、JBC2 着、東京大賞1着とね、もっか大井のこの 2000m、前走の帝王賞の時はね、前走か、まあ、連帯率、もっかの、まあ、結構いい数字持ってますね。一応、前走負けた割には、それでも連帯率で見ると8割あるんで。そうです。やっぱり怪物なんですよね。8000。まあ、8000して、まあ、7個来てますんで。まあ、やっぱり、重馬場だったんでね、届かなかったのかなと思うんですけど、一応、去年の帝王賞、重馬場。そして、おととしの帝王賞も重馬場なんでね。まあ、やっぱり、ちょっと年なんですかね、もう7歳馬。あ、ごめんなさい、6歳馬か。まあ、でも正直言うと、やっぱりね、父親がスウェプトオーバーボードなんで、やっぱりそこまでね、中距離持たなかったのかなって印象なんですけど、まあ、でもやっぱり期待はしたいんですよね。金沢でよく追い込み聞いて2着ですからね。やっぱりそこはね、褒めれる部分の競馬があるんで、やっぱり右回りの競馬、悪くはないと思うんですよね。やっぱりこの連帯率の多さに期待して、オメガパフューム期待したいかなとは思います。次飛んだ時には知りません。そして10番がジョエル。戸塚記念の勝ち馬だっけ？ごめんなさい、黒シャイの勝ち馬か。
まあ一応その後、塚記念3着、ダービーグランプリ2着、前走、船橋の準優勝一応3着と。まあそうです。やっぱりジャパンダートラビー8着、そこなんですよね、難点としては。まあジャパンダートラビー3歳の、まあ南関東はね、唯一の小売競争になるんですけど。まあそれでいてね、ちょっとね、差が6馬身。そっからまあ、定量戦勝って、あ、ごめんなさい、3歳の、一応定量戦の別定戦か、これ。そうです、一応別定戦ですね。まあ一応、まあ同期相手に勝って、ただ戸塚記念同期相手に負けて、で、盛岡2着で、って感じなんで、そこだけなんですよね、何点でした。まあ3歳馬とね、レースするのはいいんですけど、小馬との重賞はね、一応これが、まあ重賞といえば初なので、まあ前走の重賞以上、一応、これも一応3歳戦かな。そうですね、これも3歳戦か。ちょっと厳しいですね。まあこれが初の小馬戦相手にね、まあ一応それでも2キロ軽いとは言ったものね。ちょっとそこだけなんですよね、難点としてみたら。正直ね、大穴の3着って見る分にはって感じっすかね、個人的に。そして11番が、前走 JBC、初の、地方勝ちの、ミュージャリーと。まあ、ミュージャリーもね、やっぱり白山大商店3着からね、ごめんなさい、2着からの。まあ、やっぱりこちらもね、どちらかというと差しが効く競馬なんでね。まあ、大井記念、差した通り、まあ一応、白山大商店中段から。で、前走ね、JBC からしかまさかの先行型だったんでね。まあさすがに今回やっぱり大井の 2000m ね、先行はしないと思うんですよね、さすがに。それで先行されてガス欠されたら俺ぶち切るんすからね。まあ、ただ一応ね、去年の JBC4 着、そして東京大賞でもね、まあ接戦の5着なんでね、まあ、やっぱりここは追い込み型になるのかなと思います。ミューチェリー、ここは正直期待っすかね。東京大賞でも勝ってほしいっていうのが本音かなと思います。そして12番がクリンチャー。そしてクリンチャーも、まあ一応こっちでは高層組の実績ですかね。佐賀県1着、長井大賞で1着、帝王賞3着、ただ宮古ステークスを中距離ジャンルカップは壊滅と。そうですね、まあ帝王賞やっぱり3着の割に、まあ先行型のね、3着の珍しい割には、まあ、ちょっとね、伸びきれなかったんで意外かなとは思うんですけど。まあ、そうですね。一応去年はチューピオちゃんが差し切れずの10着ですからね。まあやっぱりこの子は先行型なんですかね。ちょっと今回やっぱりガスケツっていうのが、気になるかなと思います。そして13番がデルマルーブル、デルマルーブルも一応何年か前のね、ジャパンダートダービーで一応構想はしてますけど、2年前か。そうですね、一応2着取ったんですけど、まあ、それ以降は、名古屋グランプリ勝って以降は、やっぱり勝ってなかったですね。一応去年、マーキリカップ勝って2着、そして日本テレビ2着、本ちゃん6着、浦和記念6、東京大賞8、川崎記念7、マーチセックス G3、9、同じく G3、ヘアセックス10、そしてマーチ、ごめんなさい、マーキリカップ G3、4、そしてエルムセックス3着と、ごめんなさい、10着と、13着と。ちょっとやっぱり不甲斐ない競馬なんでね、やっぱりここはまあ JRA の、まあ、先行型になりますんで、まあ、ちょっと3着候補の穴と見る分にはって感じですかね。まあ、安城も今回ね、菅原明ってことで、まあ、デビューしてからまだ2、3年の騎手なんでね。そうですね、まだ、ごめんなさい、今年が3年目か。ちょっと不安感は残るかなって感じですかね。そして14番が、ノーブルサターン。ノーブルサターン。そうですね。勝ち相撲館が14、オープン戦6、埼玉新聞歌手で11。はい、除外しましょう。そして最後15番がサンライズノーバー。まあそうですね。サンライズノーバー、まあ二刀流の馬か、もしかして。あ、違った。普通にダートバか。ちょうど4年前のジャパンダートラビーが一番人気で6着。その後は、そうですね、俺がレース見分かんない、やっぱりネギセックス G3 で2、フェブラセックス G1、4、ごめんなさい、4着か。東京中日スポーツ、これ何なのかね、このダート戦ちょっとごめんなさい、俺の存じないんでごめんなさい。中京チャンピオンズカップが6、ネギセックスとか。まあ一応、勝ったレース行くとね、南部杯勝って、プロキオンセックス G3、そして東京中日スポーツ賞かな、わかんないけど。去年は、ごめんなさい、前走 JBC スプリント2着と。まあそうですね、こいつ勝ったレースが短距離前ですからね。まあ正直言うと、1800以上は、500万で買ったくらいか。そうですね、3歳500万で買って、逆に1800、2000は買ってないですからね。まあ、連帯率で見ても、そうですね、1800。まあ、一応、8クラ走って、8000走って、まあ、約半分が馬券ないと。まあ、そうですね、ただ2000メートルにした限れば、まあ、一応、1本使って以来、使ってないんでね、ダービー以来が。そう考えると正直ちょっとやっぱりね、まあ、ゴールドレールなんてそこまでね、ちょっと面白いな。8時サンダーガルチってずいぶん古い馬出てきたな。なかなか懐かしいですね、サンダーガルチは。あれ、いつの馬だ？結構古い馬だと思うんだけど。そうですね。まあでもやっぱり、まあ、3着候補の穴と見る分にあった感じですかね。まあでもやっぱり前走追い込み気味で5着入ってますからね。まあこれがやっぱり追い込み気味で2000メートルどうなのか。まあやっぱりスプリントでね、右回ればやっぱり適性あるんですかね。南部杯は確か左だったと思うんですけど。阪神競馬がどっちだったか覚えてないのでごめんなさい。一応3着コーデ打っていきましょうか。以上の、そうですね、まあ、ある意味豪華メンバー 15頭かなと思います。というわけで、じゃあ推奨馬絞っていきましょうか。まず、ロードプレス、そうですね、3着コーデ。2番の生きる馬に行く。正直3着コーデにしたくないんですけど、一応しておきます。そして、アナザードレス、まあ、先行でどこまで持ちこたえれるかなんですよね。そこが鍵かなと思いますね。正直、アナザードレス、頭がないと思うんでね、すいませんが、ちょっと2着コーデ、2、3着で、ちょっと打ちたいかなとは思います。
そして5番のメスアロンド、堂々大丈夫だと思います。追い込み。そして8番、同じく、ノンコレメ。まあ、こちらもね、まあ、期待はしておきます。追い込み。そして9番、オメガパフューム。まあ、こちらも追い込み。そして10番、ジョエルスね。まあ、今回ちょっと、初のコバ戦どうなるか。まあ、期待が込みなんですよね。ただ、2キロから行ってだけなんでね、そこまで正直馬券内にしていいのかっていうのも見ものなんで、正直ごめんなさい。今回、ジョエルは切ります。そして、ミューチャリーが追い込み。クリンチャー、どうしましょうかね、川田。まあ、今年、滅法の川田ですからね、本当に。そうですね、一応、帝王賞3着ですからね、正直、ちょっと2、3着で言うか、まあ、川田優雅にかけて。そして、デルマルーブル、まあ、3着固定。14番除外、そして、サンライズドバー、そうですね、こちらも穴で、3着固定。そうですね、以上、推奨者、絞ったけ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、8、9、10とですね。というわけで、推奨馬、振っていきたいと思います。まずそうですね、本命。そうですね、やっぱりここはね、まあ、ミュージャリーに勝ってほしいっていう理由でね、すいませんが、オメガパフューム、本命にしたいかなと思います。ただね、オメガパフュームに関してはね、死んでほしいってわけではないんでね、まあ、勝ってはほしいですけど、個人的にはね、ミュージャリーに勝ってほしいっていう点で、すいませんがね、オメガパフューム、本命にしたいと思います。そして2番手本命ですね、まあ、ここは死んでほしいんで、キルバニク1号、死んでほしいかなと思います。そして、そうですね、まあ、そうなるとね、第3本命どうしようかって感じなんで、すみませんが、あまり松山公平好きじゃないんで、アナザートルスはね、本命にしたいかなと思います。そして2番手岡ですね、ここはやっぱりミュージャリー。そして3番手岡、まあ、ここはやっぱりウェスタールンド藤岡。期待したいかなと思いますね。藤岡多分ね、そんなに重症化っていうイメージはないんですよね。特にやっぱり G1 とかになると、勝ってない気がするんだよな。あれ、藤岡って G1 勝ってたっけ？多分、ね、俺の曲だとね、G1 は勝ってないんですよ。だからここで、まあちょっと、まあダート G1 になっちゃうんですけど、まあ、勝ってほしいかなっていうのがあるんで、あ、ごめんなさい、ニュースから言ってもらえなかった。多分、でもね、俺の曲だと勝ってない気がする。地方競馬。確かね、藤岡、あれ、勝ってたっけな、勝ってなかった気がするんだよな。まあ、勝ってたら申し訳ないですけど。いや、むしろ逆に勝ってたとしたら、何で勝ってるかが俺分かんねえんだよ。いや、出ましたね。こっちのニュースで出るんで、スタールーンド、お、藤岡ありましたね。藤岡の、重賞とかってこれ出ねえのかな。そうですね、なんかどの重賞買ったっていうのはプロフィールでいいのかな。ごめん、G1 買った機種どうやって表示されるんだ。ミルコデムーロミルコデムーロはね、あれ、エイチンフラッシュで空き店買ってるんで、ミルコデムーロは絶対表示されるんですよ、どうやってるか。ミルコデムーロー。いや、表記されねえな。年度別成績なのか。どうなんでしょうね。ちょっと申し訳ないですね。こっちも JRA から行かすのに。JRA。俺の業は多分ね、藤岡は勝ってなかったんだよな。勝ってたら本当にごめんなさいするわ。それは本気でごめんなさいするわ。藤岡。あれ、藤岡って確かあれ、5兄弟だっけ、コータと。あれ、違ったっけ、藤岡、ユースだった。デビューして、まあ、17年か。重賞。まあ、重賞成績で。まあ、あ、でも今年でも重賞3勝してるんですね。ごめんなさい、NHK まで勝ってたわ。嘘、知らなかった。K.I. ノーティック。いや、知らんわ。ごめんなさい、3年前に NHK 勝ってたわ。あ、じゃあいっか。NHK 勝ってんならいいや。まあ、いや、とりあえずベストアルンドを3番手取ってきましたから。で、4番手どうしようかな。悩むんですよね。まあ、一応、そうですね。まあ、9、2、3、11、5打ってますんで。まあ、そうなるとね、やっぱり個人的にね、のんこの目、8番推奨したいかなと思います。というわけで、以上のね、推奨馬6頭ですね。というわけで、3連単の軸組んでいきます。3連単、5番、8番、9番、11番。この4頭当てますね。4頭頭で、正直2着どうしようかな。一応3番と12番。ごめんなさい、誰だっけ。クリンチャーと、アナザートルス言いづらいですけど、ごめんなさい。アナザートルス3着固定にします。アナザートルスを3着固定に変更して、川田優雅、ごめんなさい、一応2着にやります。勝ったらごめんなさいする。勝ったらそれはごめんなさいする。で、3着ね、ちょっと遠そうんですけど、1、2、3、5。
8、9、11、12、13、15かなと。正直ごめんなさい、これオメガパフューム買ったら終わりなんですよね。だ個人的には1着ミューチャリー、2着藤岡、3着ノンコとかだとちょっとオッズ上がんねえかな。まあ一応ね、火曜日になったらね、これ前売りされますんで、大体のオッズはね、火曜日に出ると思いますんで。一応まあすいませんが、3連単4点、5点、10点ですね。まあちょっと火曜日多いんで、そうですね、ちょっとこれが勝つっていうのはちょっと厳しいかなと思いますね。そうですね、一応、8点かける、32点かける4。そうか、128点か。この競争で128点はちょっとそうですね、勝つっていうのは、まあミューチャリー、そうですね、そしてノンコでワンツーぐらいしかねえか。まあ一応今回ね、俺が方面した、印したのが5、8、9、11なんで、まあ一応、ウェスタルンド、ノンコのメガフェム、ミューチャリーとね、まあ全部一応、差し馬追い込めば推奨しますんで、これ、ノンコが勝って、ミューチャリー2着でも、多分、オッズはググって上がるな気がするんだよな。多分ね、ノンコとミューチャリーが、まあ本当にワンツーだと、多分1万円にはなると思う。オメガパフューム来たら分からんけど。そうですね、まあそのぐらいですかね。まあとりあえずね、一応3連単の推奨馬、こちらの、4点、5点、10点。そして推奨馬はね、こちらの、6等になるかなと思います。まあとりあえずね、そうですね、この競争負けてもいいんでね、2番の馬が死んでくれたら、それはね、俺の勝ちかなとは思います。一応ね、今3時なのでね、この後ちょっと、もうちょっとね、おーっと、ホチキスを落とした。NGAGEの動画ね、撮っていきたいかなと思いますんでね、これで終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。